2018FIFA ワールドカップ 2018FIFA ワールドカップ決勝トーナメント 2018FIFA ワールドカップ決勝トーナメントはグループリーグの各グループを1位あるいは2位で通過した16チームで行われるトーナメント戦である。1回戦8試合を皮切りに準々決勝4試合、準決勝2試合、3位決定戦、決勝と合計で16試合が行われた。 決勝トーナメントでは45分ハーフの試合で決着がつかない場合は15分ハーフの延長戦が行われた。この延長戦でも決着がつかない場合は引き分けとなり PK 戦で勝ち進むチームを決めた。各グループの上位2チームがノックアウトステージの資格を得た。日時はすべて現地時間フランス VS アルゼンチンフランス V アルゼンチンウルグアイ。 vs ポルトガルウルグアイ v ポルトガルスペイン vs ロシアスペイン v ロシアクロアチア vs デンマーククロアチア v デンマークブラジル vs メキシコブラジル v メキシコベルギー vs 日本ベルギー v 日本スウェーデン vs スイススウェーデン v スイスコロンビア vs イングランドコロンビア v イングランドウルグアイ vs フランスウルグアイ v フランスブラジル vs ベルギーブラジル v ベルギースウェーデン vs イングランドスウェーデン v イングランドロシア vs クロアチアロシア v クロアチアフランス vs ベルギーフランス v ベルギークロアチア vs イ,イングランドクロアチア v イ,イングランドベルギー v イングランドフランス v クロアチアありがとうございます